ありがとうございます。ありがとうございます。また届きました。はい。今日の中身は何でしょうか。お手紙付きだからこれは後で読みます。はい、ポシェット。あ、そうだね。このサイズの肩掛け、うん。そうだね。ポシェット。ほっほー。ほっほー。お、なんか入ってる。あ、これは？これはスマホ入れだね、きっと。スマホ入れなのかな、サイズ的に。そっか、あ、そっか、これ入れてバッグにこうやって、うん、こうやってつけるってことだね。なるほど、こうやってね、よいしょ、これこうやってね。はい、ありがとうございます。ちょうどいいじゃん、黒犬がなんかちょっと自転車でどっか行くときとか。そっか、あの病院行くときとかにお財布と携帯だけ入れて行くとか、うん、なるほど、うん、ポケットがなんか膨らんだ状態にならないと。そうそうそう、はい、はい、これは何かな、ん、これは加湿器、充電式ポータブル加湿器。へー、そんなんあるんだ。ここが開くのかな、開いた。なんか水色だよ。電池式ではないと思う。充電式って書いてあったよ。ちょっと仕組みはね、よくわからないですが、後で、ね、どっかに水を入れて使うんだね、きっとね。あ、ここにこんな書いてあるよ。はい、調べます。でもミスト潤いなんとかって書いてあるね。はい、いコロナにはあの乾燥じゃない方がいいって言ったからね、うん、ありがとうございます。そしてこれは何か、今回はなんかこの立派な感じのものが多いです。なんか、はい、懐中電灯。あ、そっかそっか、ワイド FM、 ライト &FM ラジオ手動式。これあのぐるぐるって回すと充電されるやつ。はいはいはい、そっかそっか、防災用ですね。うんうんうん、あ、これはいいね。ということはここに USB とかついてると、うん、スマホの充電とかできるんだけど、それとは違うのね。ライトが充電できるタイプ、うん、ライト、あとはラジオ、とラジオね、はい、これはなんかくるくる回せばいいから、お母さんとかでもできそうだ、まあね、いいよね。あの本当に、災害の時には一番役に立つやつですね、うんうんうん、はい、カビを防ぐ溶度の力で、あ、これ前に1回いただいたことあるやつだ。あ、そう。そうそうそう。なんか3ヶ月ぐらいで経つと、3ヶ月ぐ、3ヶ月使えるやつ。今ね、1個使ってるんだ。あ、そう。うんうん。なるほど。いい感じです。だからそれが除菌と防臭ってことですね。うん。カビも防いでくれるんだって。はい。この裏側にね、カビがつくのでね、うん、そうそう、じゃあそれがダメになりそうな時期になったらまた新しくできるってことだ。そうだね、これから先、うん、し、ジメジメしますよ、うん、はい、ということでありがとうございます。ちょっと入ってます。ジャン君たちのおもちゃが入ってます。はい、あ、色違いも、このような感じです。え、違うかな、あ、ちょっと違うんだな、ちょっと違うんだな、まあ、似てるね、うん、はい、はい、はい、いつもありがとうございます。またまたいただいてしまってありがとうございます。かわいいレモナです。はい、あれ出る、出るの、出るの、出るの、出たー、出たー、はい、りょうくん、りょうくん、ポンちゃんが来ないからジャン君チェックするのかな。うん、
ポンちゃんはね、向こうの部屋で寝てるよ。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。とおっしゃってます。おっしゃってますだって。ですね、急な話ですが、動画の中に、自分たちの歌を入れたいなと思いつきました。そこでですね、著作権の切れている古いロシア民謡というのを思いついたわけですね。ただコードがわからないです。自分で、コードを取る能力がありません。そこで、この赤いサラファンという曲を YouTube の方、あ、 YouTube じゃないや、 iTunes ですね、で購入しようと思います。そしてそこからコードを取るというちょっと不思議なね、ことになりました。なんかね、加藤時子さんがこの歌歌ってるっていうことが分かりました。255円で購入します。ちょっと待ってね。画面を出してもいいのかどうか、音はね出せません。加藤時子さん、ロシアのノスタルジーということで、赤いサラファン取れました。取れたっていうか買いました。そして iPad というところにですね、この曲を重ねて、そして iPad とつなぎます。そしてですね、 iPad とコンピューター Mac をつなぎます。ん？ここか。はい、つないだ。ソフトデートアップデート、そしてそうすると多分 Mac 側で何かが始まるんじゃなかったかな。何がどうやったらなるんだったか分かんないな、忘れちゃった。最近 OS を MacOS を上げたので使い方がまた変わってしまったようで今苦労しています。そしてなんか iPad の方に、Mac、 違う、Apple Musicというやつが、購入したやつなどなどを、いろんなマシンで同期できるという風になっているようなんですが、全然ちょっと時代についていけてなくてですね、なんか出てきたかもしれないというところです。なんのこっちゃ今んとこさっぱりわかりませんが、赤いサラファンどこ行ったでしょう。他のはね、いっぱい出てきた。今まで入れてたやつだね。うん。ただ、赤いサラファンだけが見つけられない。はい。楽譜に乗ってありがとう。いいよねって。ポンちゃんが、うい、どういたしましてって言ってるよ。私が乗ったからきっと上手に歌えるわよって。ポンちゃんの顔を撮りたいのに。ポンちゃん、お顔撮りたいんだって、ポンちゃん。ポンちゃん。ポンちゃん。どうしたな。くるくるっと回って、ジャン君に頭突きのペロペロ。ジャン君いいね。ポンちゃんにペロペロしてもらっていいね。